こんにちは、野賀です。今回はついに、YouTube の登録者さんが3万人を突破したので、そのお祝いに自分でケーキを買ってきたので、こちらを食べたいと思います。いつもあまりこういう緩い動画は撮らないんですけど、とにかく更新頻度を上げたいという思いで、ちょっとこういう緩い動画もたまには出していこうかなということで、お試しで撮っています。こちらはですね、地元にあるケーキ屋さんで買ってきたんですけども、こちら、ここからお開きください。よいしょ、ケーキです本当に甘いものが大好きで、チョコとかアイスとか、あとカフェラテとか、最近だとセブンのあの下まで詰まっているソフトクリームと、あとはセブンのカフェラテ、それから 70% のチョコレートに激ハマりしていて、でもね、あまりこういう高カロリーなものはできるだけ控えようと思ってはいるいるので、久々にケーキを食べたいと思います。ではいただきます。この上がブリュレで、真ん中がバニラで、よいしょ、一番下がチョコの3層です。美味しい。これめっちゃ美味しい。前回1万人行った時は4月19日、私のちょうど誕生日で、ライブをしながら、その時もケーキを食べながら YouTube を撮ってたんですけども、そっから約1ヶ月ちょっと、あれよあれよという間に、皆さんのおかげでついに3万人まで来ました。ライブもね、アーカイブ撮っておけばよかったんですけども、また機会があればライブもやりたいなと思っているんですが、今んとこ1万人の時の1回だけでしたね。自己紹介動画は結構前に一度撮っていて、あとはカバンの紹介の中でちょっとライトな9つの質問とかは答えているんですけども、まだまだ自分のことを全然喋っていないなと思うので、何か知りたいことがあればこの動画のコメント欄に質問をください。全部答えられるかどうかわからないんですけども、できる範囲で答えたいと思います。基本的には1問に対して一言で回答して、どん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 答えていくっていう風にしたいので、まあ、その長文じゃなくてライトに答えやすい質問だと嬉しいです。最後の一口になります。ごちそうさまでした。なんだっけ。そっか、そうだ。はい、ということで、3万人お祝いのケーキと質問募集でした。中身が本当にそれだけなんですけども、もともとはツイッターで活動していて、で、その時の人は結構いろんなこと、私のことを知ってるかなと思うんですけども、全く知らない人もかなり増えたので、何でも気になったことを、何でも、常識的な範囲で質問くれると嬉しいです。あとはツイッターはそんな感じでずっとやっていて、で、良ければフォローしてくれたら嬉しいなっていうのと、インスタもこれから始めようと思ってるので、まだ全然投稿できてないんですけども、フォローしておいてくれると嬉しいです。では今日はこんな感じで、また今後もいろんな企画とか面白い動画を撮っていこうと思うので、これからも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。登録新たにしてくれた方は本当にありがとうございました。次ケーキを食べれるのは5
5万人かな、5万人の時にまたケーキを食べるかもしれないです。ではこんな感じで、のがチャンネルののがでした。バイバイ。